い、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はレギュラーチューニングのテナー、それからバリトンチューニングのテナー比べてみましたというお話をお送りします。今回はどちらもハイ、4弦がハイになっております。レギュラーチューニング、これ4弦がハイ G ですね。はい、明るい感じの、これがレギュラーチューニングです。はい、それに比べてこれはバリトンチューニングですね。これがバリトンですね。はい、もう一回レギュラーに戻ります。はい、これが、レギュラーですね。音程が違うんですね。これバリトンチューニングなんですけども、5カポします。5フレットにカポを今つけました。はい、これ今レギュラーチューニングになったんですよ。ほら、同じ音程ですよね。はい、これで同じ音程になりました。はい、バリトンチューニングっていうのはレギュラーチューニングを5フレット、下げたものなんですね。はい、これでバリトンチューニングができてるんです。はい、ですのでバリトンチューニングにしといて、みんなと合わせるときは5カポ、カポこれですよ、カポってこういうもんですけど、これを 5フレットにつけて、でこのまま弾けばいいんです。これでレギュラーチューニングの人、はい、こういう風にレギュラーチューニングの人と一緒に合わせて弾くことができます。はい、これで分かりましたでしょうか。バリトン、チューニングっていうのはこういう低い響きで、最近 BJ が使ってるのはバリトンチューニングにしてハイデーにしてあるんですね。でバリトンチューニングっていうのはそもそもがローデーなんです。レギュラーチューニングでいうとロー G ですね。これが標準なんです。弦ほぼほぼローデー用なんですけど、これ BJ は釣り糸でやりましたので、1弦と同じ弦を4弦に張ってあります。はい、これでバリトンのハイデーが出来上がりますね。ハイデーにする方が、バリトンのこの中低域がありつつ、高音がちょっとキラキラして明るい響きもあるのかなというところで、このハイデー、おすすめしてます。ちなみにこれも、このウクレレもどちらもテナーウクレレです。テナーサイズのウクレレをレギュラーとバリトンチューニングにして比べてみました。というところで BJ のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。目を閉じて星空を見ることはできないだから今